Hey guys, welcome to My Hero Academia Season 4 Episode 5 Reaction. If you'd like to see full uncut and unedited reactions ahead of YouTube, you can check my Patreon. The link will be down in the description. So don't hesitate and check the link. Let's head straight to watching. Wait, what? Like overhauls and Shigurakis? Damn! This is still way too loud. Nejire. Oh, it's the agency internship, or how was it called? ねじれが連れてくるだけあって二人とも筋がいいね。ねじれも転倒させるタイミング治ってきたよ。ヒーロービルボードチャートナンバー9ドラゴンヒーロー琉球対応していただきありがとうございます。はいはい。あ、ねえ琉球、この二人職場体験のヒーローダメだったの。一年生はインターンの受け入れ実績が多いとこじゃないとダメなの知ってた？言ったっけ？学生といえどインターンできたからには立派に戦力。あなたたちならあの案件も活躍できそうね。あの案件？キロ？ That オールマイトの元サイドキックナイトアイからのチームアップ要請。 Oh, so they're gonna team up with Deku。 指定ヴィラン団体シェー8歳会の調査および包囲、ヴィラン連合につながるかもしれないお仕事よ。 SoIs Shigaraki gonna accept the proposal of overhaul? That's the question. Hmm. 地下からのルートをいくつかつなげてある。この応接間も地下の隠し部屋にあたる。先日の電話の件本当なんだろうね。 What did he say? 次第でうちに組みするというのは都合。 And what are the conditions? そっちは俺たちヴィラン連合の長星、俺たちは勢力を拡大したい。お互いニーズは合致してるわけだろ。足を下ろせ汚れる。下ろしてくれないかと言えよ若頭。本来頭を下げる立場だろ。俺たちは俺たちの好きなように動く。五部、いわゆる提携って形なら協力してやるよ。もう一つ、お前の言っていた計画、その内容を聞かせろ。自然な条件だ。なおかつメリットがあるのか検討したい。もっとも。調子に乗るなよ。That was way too fast. さっきから何様だジンブルが。そっちが何様だ。お前らの使い捨て前提のザゴとこっちの引き石、その命は恫喝じゃない。多少は譲歩してくれなきゃ割に合わない。下がれ黒のミミック。せっかく前向きに検討してくれてきたんだ。最後まで聞こう。お前らの計画、その内容を話せ。まあある程度察しはついてる。Oh, do you? Oh, yeah, he shot it with his. He shot Shigaraki's, like, comrades with it, and they couldn't use Quirk. Midio no tsugo ga tsuite ireba. Amazuki senpai no intern saki, shoukaishite kudasai! Onegaishimasu! 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 Kimi.グイグイ来て恐ろしかった。玉木はそのヘボメンタルどうにかなれば逸材山にな。そのプレッシャーが俺をさらなる低みへ導く。いつもこうなんだ。
この人は俺をいたぶるためスカウトしたんだ。パワハラさ、帰りたい。激励くれてるんじゃないですかね。君やミリオのように明るく前向きにはなれない。俺もそんなっすよ。みんなが必死の時に何もできねえこと多くて、クラスの連中と実力も経験値も開いちまって、だからせめて並び立てるよう差を埋めたいっす。前向きと言うんだよ1年生。ケンケだ、誰か噂をすれば。またケンケのバケ玉一旦バラけるで。おうさせへん。わ、待ってよ。あくん沈む。沈ませ屋さんのファットザイヤー。てなや、エッジと光線かぶっとるで、ね、お前。なんじゃこのタコ。ひどい。違うよ先輩、見た目の話、悪口じゃないっす。アサリは便利なんだ、工房に長ける。だから毎日食べるようにしているんだ。Anything he eats just becomes the part of him. 食らったものの特徴をその体に再現できる。すげえ。てか、またいいとこね。 So guys, if he ate a pussy... What did he say? Never mind. That was a really weird idea, sorry. But what if? What would happen? I wonder. こいつを打ち込まれた直後から。コンプレスは個性がしばらく使えなくなる。Oh, for a while. Oh, so I thought that he completely lost his quirk. It looks like it's only for a while. 教えろ。断りを壊すんだ。All for one は個性を奪い支配したと聞く。俺はそのやり方を少しブラッシュアップする。すでに根は全国に張り巡らせている。兄貴、逃げろ。少しずつ。先輩、サイダーレッドライオット。少しずつ計画的に準備を進めている。 And yeah, it deflected. 先輩、大丈夫ですか。かけだ、だけ追います。タコで捕まえる。 And he can't use it. 発動できない。待って、サイダー無事ならここ任すぞ。すぐに他のヒーローが来る。協力しろ。無事だけど個性が発動しない。イレイザーでもおんのか。せめてな、仲間助ける姿勢で。どこに来たの。どう打っといて自分だけビビって逃げるなんて男らしくねえよ。行き止まりだ、観念しろ。やっけまっち。おー、Damn. え、泣いてる。するやで、こっちとら歯渡り10センチ以下の歯が飛び出るだけの個性やぞ。そら兄貴助けたよ、ほんなら。でも怖いや、後ろ打った勇気褒めろや。やだよ、つかそんなベソかいて怖いとか言うなら悪いことに加担すんなよ。強い人だと俺は強くなれるから。その気持ちはわかるけどよ。兄貴らについていけば力をもらえるんや。ヒーローになれるやつが軽率に分かるとか言わんといて。Some drug? 何してんだ、何撃った。おい、大丈夫か。なんだ、何がどうなって。 From his eye?Wait. So his quirk, it like evolved, right? So that's like some kind of drug that empowers your quirk, I guess? Damn. おかげさまで助かりました。こいつらは違法薬物。But I don't think he's gonna be a big deal. 我々も機会を伺ってたんです。俺の個性が発動できないのはその商品の一つか。I forgot his name. Red Riot's name? Yeah, I can't remember. Yeah, but his quirk like counters his blades, so. まあ、あとは我々に任しといてください。キリシマ君、ファット。キリシマ。嫌な予感がする。It should be fine, right? 急にパワーアップしやがった。Right? ニュースで見たことある。
個性をブーストさせるっつう薬物。こんなの大通りに出したら惨劇じゃ済まねえぞ。皆さん下がって、こいつの歯が届かないところまで。切れた。こいつ俺の高度以上に。これじゃ近づける。OK, never mind. I take it back. So he completely lost it. Yeah, he's insane now. 君の効果なら小細工を考えるよりゴリ押し技の方がいいよ。トールマイトに言われたが、いざガチで考えるとお前らと張り合える技がね。はあ、お前らは中遠距離攻撃があって機動力にも長けてんじゃん。今でさえ俺はパッとしねえことばっかだし、この先みんなプロになったとして俺はどうやれば張り合っていけるのか。張り合うも何も、てめえ前にブレねえ馬だとか言ってたじゃねえか。絶対ブレねえ馬だ。オールマイトの神の出の最後、倒れねえってのはクソ強えだろ。 Do something. 上げる。 Harder. もっと、もっとだ。もっと固く、固めて。絶対倒れぬ壁となる。Holy shit. I have goosebumps. Holy, he looks so cool. Oh. He's still gonna.まだ逃げれてねえ。こいつの歯を俺だけに向かわせろ。俺は高価の男、小細工よりゴリ押して圧倒しろ。必殺レッドガントレッド。ダイム。Okay, he's one of my most favorite. Damn! I love his quirk. He's just gonna cry. Bro, just. Whoa!And fat. Yeah, of course. Nah, that's really gross. Did he just suffocate him with his fat? Oh my god. BMI hero Fat Gum. 個性脂肪吸着。彼の体は何でも吸着し沈められるのだ。トートロ。トトロ。助かりました。ありがとうな、若いの。すごいな、惚れたでほんま。俺らに歯を向かうように動いとったやろ。長年ヒーロー見とるとわかんねえ。普通ビビるであんな人間。ほんま助けられたわ。華々しいデビューやな。助かったわこっちや。お前はすごいヒーローになるよ。Yeah. 必ず。I'm sure too. 兄ちゃん、ヒーロー名は？なんて言うんや？レッドライオットです。レッドライオットか。忘れへんで。ありがとう、レッドライオット。あざーす。Damn, I'm so happy for him. なんで行かなかった？俺も少しは。あざーす。少しは。Not a little man. パワーアップ。その薬は日本じゃ禁止されとるやつやな。効果の短さから見てアジア系の粗悪品や。アメリカ製なら1、2時間は効く。詳しいっすね。すげえ。
バット、やつが発砲した拳銃やけど、個性で粉々に砕いとった。あとこれ普通の茶会やないで。Damn. とりあえずいろいろ調べて報告するわ。わざわざありがとうな。先輩は大丈夫なんすか？辛い。個性が出ねえなんて、ヒーローにひでえ仕打ちだ。それより君は俺をかばってくれた。ミリオと同じ太陽のように輝かしい人間だ君は。なこと言ったら、ここ紹介してくれた先輩も太陽っすよ。それだよ、すごいんだよ君。個性をブーストさせる薬はわかる。もともと弱個性への救済案や。 But the drug that しかし全く使えなくする薬よ。 Yeah. 聞いたことがない。嫌な感じやな。And that was it? Damn! Wait. Oh, yeah, it's not. インターンを始めてから数日、学校に来るとどうしても気が緩みがちで。霧島、こら！あ？お前名前、ネットニュースにヒーロー名載ってるぞ。ダーン、新米サイドキック、レッドライオット爆弾、初日から市民を背負い単独ヴィラン退治だってよ。ついちゃうなのか、すごいよ、名前出てる。琉球事務所に新たな Yeah, I feel so happy for them. インターンシップで所属した二人、嬉しいな、ホットだ。マジじゃん、ルックスもキュート、お手柄。大事件を信じに。Stop it, Bakugo. 仮面といえど町へ出れば同じヒーロー。素晴らしい活躍だ。だが学業は学生の本分。居眠りはダメだよ。おーよ、いいな、覚悟の上さ。なあ、うん。あれからずっと考えていた。オールマイトとナイトアイの関係がこじれた理由。ナイトアイが東方先輩をワン・フォー・オールの後継者にしようと思ってること。すっきりはしないものの、状況は分かった。しかしそれと同時に、あの子のことが僕の中で日に日に大きくなっていた。うん。次回予告。次回予告。 Okay guys, that was it for My Hero Academia Season 4 Episode 5 Reaction. I hope you liked it, and if you did, then don't forget to press that like and subscribe button. And if you'd like to see full uncut and unedited reactions before they are uploaded to YouTube, you can check my Patreon. The link will be down in the description, so don't hesitate to check it for early access. See you guys in the next episode. またね!